is RSP, a prototype that accidentally launched into chronospace during hyperfiber wars, has programmed a self-replicating evil loop and drifts for a king of the year and sent it in a teleoperative trajectory above planet 3X, formerly known as Earth, lowering his astrogate to planet 3S. Rezarg SP, the last surviving chrononaut, has a bad case of Bulbulzium and one thing on his hydro mind. Pussy! ノリノリになってくる。
いやいや皆さん、とうとうね、日本にね、2回来ちゃいましたよ、1年に。なんてこったですよ、こんなね。まさか自分がジャポナイズされるとは思っていませんでした。なんやねん、ジャポナイズってのは。はい、じゃない、トリを詰めさせていただきますよ。セーパーティーです。改めてよろしくお願いします。はい、天気もね、例年、大学生から何日に3日間のうち 何日か、まあ、少なくとも数日、1日は雨がね、降ってたんですけど、まあ、今日午前中とかね、ちょっとぱらついてたんですけど、まあね、快晴に恵まれて、すごく気持ちのいいライブをさせていただいてます。というわけでね、はい、次の曲ね、ちょっとね、バラードの一曲、ちょっとね、みんな疲れてるだろうから、しんみりする曲ね、はい、お届けします。もしね、この曲、ぜひ機会があれば、後で曲名検索して歌詞を調べてみてください。とても面白いと思います。Oh!
Thank you.
がとう。熱い。はい、大学祭3日間ね、なかなかとやってまいりましたが、僕たち、サークルが、ね、主催するこのステージもいよいよ大詰めを迎えております。というわけでね、みんな、まあ、体力余ってるっしょ。余ってるっしょ、ね、立ってるもんな。立てるんやろ。ほんならもっといろいろできることあるよって思うね。あのね、まあ、あと2曲で最後となってしまいます。その2曲を、ね、一気に突破するんで、しっかり続いてきてくれる。じゃあ聴いてくれ、黄金サックス。Yeah.
コールが熱すぎて練習しちゃったよ、ね、機材にあんまり良くないと思うけど、はい、というわけでね、まあ後でマスク代ビリックに払ってもらうとして強くね、じゃあアンコールに送らせて感謝の気持ちを込めて一曲ね、僕たちの人間という僕たちの、ね、心髄を表す曲、これ僕の愛用品というか昨日お初さんにもらったもの、龍角散、このトラックがあれば俺はまだ歌える。実は昨日ね4時まで飲んでてね、実は喉がヤバいんですよ今。この龍角散を一日服用回数6回のところをバックスしてなんとか今やってます。だからねお題は後でバックスして話す。というわけでね、1曲、最後楽しい曲を、パーティーロックな曲をお送りするんで、でね、最後、一発暴れて、いい打ち上げしましょう。ありがとうございました。スチールパンサーでした。あ、嘘、スチールパンティーでした。